北朝鮮に対して先制攻撃を行う必要があると、まあ、その発言が、まあ、朝鮮半島で、まあ、物議を醸し出してるわけですよ。かなりの強硬派だと。金正恩総書記が表に出てきましたよ。ユン・ソギョル政権と彼の軍隊は全滅するだろう、準クーデターと。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。本日のテーマは朝鮮半島緊張高まるということでお届けしたいと思います。朝鮮半島がなんかだんだんきな臭くなってまいりました。韓国の経済危機というのもこの越境 3.0 チャンネルで何度も何度もお伝えしているんですけれども、その経済危機の行き着く先にひょっとしたら何か不穏な動きがあるかもしれないという、まあ、今日はそんなお話したいと思うんですけれども、先日こちらの動画を流しました。朝鮮戦争が再び起こる韓国崩壊前夜ということで、5月に就任したばかりの韓国の新しい大統領、第20代大統領ユン・ソギョル大統領なんですけれども、彼は対北朝鮮強硬派ですごい有名なんですけれども、まあ、彼の発言というのがすごい物議を醸し出していますよね。北朝鮮に対して先制攻撃を行う必要があるということを、まあ、大統領選挙の時にも言ってますし、まあ、その発言が、まあ、朝鮮半島で、まあ、物議を醸し出しているわけですよ。まあ、韓国国内の中には、まあ、北朝鮮に対して、まあ、対強硬路線を取った方がいいという方が多いので、まあ、そういった民意の表れで、まあ、今回ユン・ソギョル大統領が3月9日の大統領選挙に選ばれたという形だと思うので、まあ、韓国国内には北朝鮮に対して、まあ、対強硬路線行った方がいいんじゃないのというような、まあ、そういった感じに、そういった雰囲気にはなっているかとは思うんですけれども、まあ、でも結構このユン・ソギョル大統領というのも、まあ、結構ものをはっきり言う人で、結構ズバ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 と結構遠慮なく言う方なんですよね。まあ、これまで検事総長、検察のトップをやっていた方なので、まあ結構強い権力をもう振りかざしてきたという、まあ、そういう人物なので、まあ、一言一言の発言というのが、まあ、結構物議を醸し出しているわけですよ。韓国の前の大統領というのはムン・ジェイン大統領で、でムン・ジェイン大統領は進歩派で、与党のその当時の与党の共に民主党という、まあ、対北朝鮮政策としては、対応政策、融和路線、北朝鮮に対して経済支援を行い、でそして食料支援を行い、北朝鮮の人たちを救って、で彼らと共に一緒に、まあ、同じ民族同士手をつないで、で平和的に南北朝鮮統一を目指していきましょうというような、まあ、そういった考え方が、まあ、対応政策、いわゆる、まあ、北朝鮮融和路線ということで、前のムン・ジェイン大統領は、まあ、そういう時代、5年間続いたわけですよね。でムン・ジェインの前というのが、パク・クネ。パク・クネも今のユン・ソギョルと同じ進歩派で、対北朝鮮に対しての強硬政策。で、その前、イ・ミョンバク大統領の頃も、対北朝鮮の強硬政策ということで、韓国政府は北朝鮮に対してもう強硬路線というのが10年間続いて、その後ムン・ジェインの融和政策5年間続いて、で、またさらに強硬政策のその5年間に今、この戻りつつあるという。その過去の保守派の韓国大統領、対北朝鮮強硬派の大統領の中でも、特にこのユン・ソギョル大統領はこのかなりの強硬派だと言われていて、まあ、これが一触即発、そういった状況になるんではないかということをね、まあ、先日の動画でもお伝えしたんですけども、まあ、それに対して北朝鮮キム・ジョンウンもまあ黙っていないという、キム・ジョンウン総書記が表に出てきましたよ。ジョンウン氏、ユン政権名指し警告、先制攻撃なら全滅、韓国も反論。先日7月の27日が朝鮮戦争から、ちょうど69周年という、まあ、そういった節目だったので、北朝鮮国内で記念式典が行われたんですよね。その平壌で行われた、まあ、朝鮮戦争の休戦協定の記念式典において、金正恩総書記が、まあ、演説をしたんですよ。でその演説の中で強く彼が訴えていたのが、韓国のユン・ソギョル政権が先制攻撃のような動きを見せれば、ユン・ソギョル政権とその軍隊は全滅すると、まあ、そういった警告を発して、でさらに歴代のどの保守政権をも上回る同族対決政策に執着していると演説で発表。北朝鮮の金正恩総書記が、ユン・ソギョル大統領をこの実際名前を出して名指しで批判するのは今回初めてだということで、金正恩総書記もこれ相当怒りのボルテージが上がってきてるのかなという。でこの金正恩の発言に対して、また韓国大統領府がそれに対して反論していると。韓国大統領府は28日、大統領の実名を挙げて政府に対して威嚇発言をしているということに深い遺憾を表明したと。強固な米韓同盟で、いかなる挑発にも強力かつ効果的に対応できる体制を韓国は常に整えていると。
まあ、強調したということで、まあ、さらに北朝鮮に対して威嚇をしていたということなんですね。で、これ金正恩もね、今すごい強気に出れると思うんですよ。まあ、なぜなら北朝鮮の国内ももう経済ガタガタで、まあ、なんとか国民の世論を外に目を向けなきゃいけないということ。もちろんそれはあるんだけれども、今の北朝鮮、金正恩体制にとって、北朝鮮のバックにロシアがついているというのが、もう盤石な状況に今なっているということなんで、まあ、金正恩はそれを今確信しているので、これいつ戦争になっても韓国を打ち負かすことができるという、まあそういった、まあ彼のファンタジーが働いていると思うんですよね。ロシアのウクライナ侵攻が始まって、2月の24日に始まって、で、その後3月の2日、対ロシア制裁の国連決議を行ったじゃないですか。国連総会の緊急特別会合で、ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議を、まあその時賛成多数で採択したんですけれども、この内訳というのは国連加盟国193カ国中賛成が141カ国反対は5カ国で棄権票は中国とかインドとか、まあ、そういった国35カ国だったんですけど、このロシアのウクライナ侵攻を非難する決議に反対票を投じたのがロシア、ベラルーシ、北朝鮮、シリア、エリトリアというこの5カ国なんですよね。つまりアジアで唯一北朝鮮だけが反対票を投じたんですよ。まあ、いわゆる北朝鮮はロシアを支援しますよっていうその意思の表れですよね。で、その直後、翌月4月にロシアのショイグ国防相が北朝鮮を訪問してるんですよね。で、今回のウクライナ侵攻に関して、まあ、ロシアが北朝鮮からの軍事支援を取り付けることを同意して、で、それに対して北朝鮮にも支援をするというような、まあ、そういった同意を取り付けてきたんですよ。これ4月に行ったロシアのショイグ国防相、同盟関係をさらに強固にしたというね。北朝鮮というのは、まあ、このウクライナ侵攻が始まってから、とにかく一貫してロシアを支援する態度というのを表明してきて、ウクライナの東部地域、そのドンバス地域の、そのドネツクとルガンスク、あるじゃないですか。ロシアが、まあ、占拠している地域。まあ、実際はウクライナの国内に、新ロシア国家を樹立して、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国ということで、まあ、国家を樹立して、で、それをロシアが国家承認したという、まあ、ウクライナ国内に勝手に作られた、いわゆる未承認国家なんですけれども、国際社会では未承認国家なんですけれども、まあ、それをロシアは国家承認をして、ドネツク、ルガンスクと、ロシアというのは安全保障条約を結んで、まあ、いわゆる軍事同盟関係にあるわけですよね。で、そのドネツク、ルガンスク、2つの、まあ、未承認国家を国際的に国家承認しているのは、これまた北朝鮮なんですよ。つまり北朝鮮はドネツクとルガンスク2つの未承認国家を、まあロシアを追随して国家承認をして、要はロシアを完璧に後ろからもうバックアップしてるわけですよね。まあ言い換えるとロシアに相当大きな恩を売っていると。だからもしも朝鮮半島で何かの有事が起きた場合、ロシアは北朝鮮を支援せざるを得ないだろうという、そういう思惑が金正恩の中にはあるので、まあ今金正恩にとってみれば、まあこのウクライナ侵攻以降の、まあ、北朝鮮の動きというのは、まあ、完璧にロシアを支援してきた北朝鮮のその姿勢に対して強い確信めいたものが金正恩の中ではあるわけですよ。で、なので、まあ今、韓国に対してこの強気に出ても自分の兄貴分であるロシアがね、いろんな形でサポートしてくれるだろうという、まあそういった担保があるので、北朝鮮はこれだけ、まあ、韓国に対して強気に出れると。やれるもんならやってみろと。いつでも先制攻撃を仕掛けてこいと。その代わり、韓国が先制攻撃を仕掛けてきたら、ユン・ソギョル政権と彼の軍隊は全滅するだろうと。そんな韓国、まあ経済状況も不安定なんですけれども、まあ韓国の政府と警察も今ギクシャクしてるわけですよ。韓国国内でもう若干クーデターなんじゃないのと。まあ報道なんかでは準クーデターと発表されてるんですけれども、まあ警察組織が政府に反旗を翻している。韓国国内でね。まあこういったニュースが出ています。政府と警察組織の対立、最高潮へ、警察局新設巡り、ということで、これ何が起きてるかというと、ユン・ソギョル政権に代わって、このこれまでこの肥大化してきた警察の権力というのを政府がコントロールするために韓国政府の行政安全部内に警察局という組織を新たに新設するということが施行令改正案で閣議決定したんですね。この閣議決定が7月の26日で8月2日に発足するということで発表されたんですよ。まあ要は韓国の警察というのは検察とか情報機関からの捜査権の移管というのが直接行われてきて、それで韓国の警察っていうのはもう権力がもうぐんぐん増大してきたんだけれども、まあ、要はこれを統制するために政府でコントロールしていきましょうと。行政安全省というところに警察局というのを設けて、そこが警察を
コントロールしていきますと、要は韓国政府がこれまで以上に厳しくコントロールしていきますということなんですよね。でそれに対して韓国の警察、全国の警察が反発をして、韓国政府に対して反旗を翻していると、警察の独立性を失うということで言ってるんだけども、もう独立性といえばかっこいいけど、まあ要は既得権益とか、まあ、これまで振りかざしていた強大な権力がもう押さえつけられるのが、まあ、彼らは我慢ならないんでしょうね。この大統領によって、この韓国政府によってコントロールされるという、そういった立場というのが、まあ、警察組織全体が今反対をしていて、韓国全国 この警察署長がその持ち場を離れて、それでみんなで集まって、まあ、これに反対するその会議を行ったというぐらいなんで、これ相当な状態ですよ。これ日本で言ったら考えられないですよね。日本の警察署長がもう全員がもう持ち場を離れて一箇所に集まって、それで政府に対するまあ抗議というか、まあ反旗を翻すような動きをしているということなので、これ確かにクーデターと言ってもまあ過言ではないんじゃないかなと思いますね。韓国政府はまあ準クーデターということを言っていますけれども、まあ警察は銃を持ってますし、軍隊に次いでまあ力のある組織だと思うんですよ。そこをまあ韓国政府がコントロールできないとなると、これは韓国国内もちょっと本当にクーデターみたいな動きになってしまうんではないかなと。でこの政府と警察組織の対立というのが今最高潮に達していて、でまあ政府も強気で警察も強気、この韓国国内のもうこの対立が今後どうなっていくのかなと。で韓国のユン・ソギョル大統領は、警察が集団で検察局新設に反発していることを重大な綱紀の乱れと批判して、一方その警察組織というのは、今月30日に予定している全国の警察署のチーム長による会議を警察全体の会議ということで拡大するなど決めていて、もう韓国政府に対する反対姿勢をより一層強めていると。政府と警察のこの双方の衝突はもうこれは抑えきれないだろうというほど、まあ、今激化しているということなんですね。まあ、この状態の中で、まあ、経済的にもそう、警察と政府が対立していて社会的にも荒れている、まあ、この韓国がさらに北朝鮮との対立姿勢をむき出しにしているということで、ちょっともう、まあ、ぐちゃぐちゃの状態のようなね、まあ、そんな気がしますけれども、まあ、朝鮮半島情勢ちょっと不安定になりつつあるなと。で、まあ、北朝鮮に関しては、まあ、ロシアのウクライナ侵攻がね、まあ、北朝鮮にとって非常にこのバックアップされると強い材料になっているんで、まあ、北朝鮮、金正恩もより強気に出てくるんではないかなと。まあ、今後の朝鮮半島情勢ね、また新しい情報が入ってきましたら越境 3.0 チャンネルの方でも配信していきたいと思います。これまでの韓国、北朝鮮情勢、こちら再生リストは朝鮮半島情勢の方でも過去にたくさん動画を流しておりますので、ぜひこちらの動画もご覧ください。そして高松の方でセミナーを行います。石田和康と考える命の持続可能性ということで、高松で2022年8月の21日日曜日に開催いたします。こちら会場とオンラインと、まあ、両方ありまして、交流会もございますので、ぜひ参加していただけたらと思います。会場の方の来場者特典としてオーディオブックを皆さんにプレゼントします。僕が書いた本、行動できない自分を勝手に書いてしまうすごい方法の、僕の肉声によるオーディオブックですんで、こちらかなり聞き応えのある内容だと思いますので、ぜひこちらも受け取っていただければと思います。まあ、食料問題、エネルギー問題、そして、まあ、戦争とか、まあ、気候変動とか、まあ、いろんなテーマでね、命について考えてみたいと思います。高松銀行の皆さん、ぜひ遊びにいらしてください。そしてもう一つ、仙台セミナー&コーヒー座談会、世界は激変した、目の前に迫る食料危機とエネルギー危機ということで、事前予約制30名様限定のセミナーです。2022年8月の27日土曜日13時半スタートです。こちら詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。仙台と高松の方で皆さんのことをお待ちしております。ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go! つながりたい、あなた待ってます。